ここはジュジュモシ小学校。僕はこの小学校で担任をしているんだけど、僕が受け持つクラスには問題児が多いのが悩みなんだよね。今日はその問題児たちを呼び出し、この前実施した抜き打ち学力テストの補習をすることに。今日は補習の中で問題児組の珍解答を晒していくよ。帰りたい。チュナマヨブーブー。こら、わがまま言わないの。君たちのテスト結果がひどかったから今ここに呼ばれてるんだからね。あれ、クラスで一番頭のいい伏黒がここにいるじゃない。ぷっぷー、伏黒、お前実は頭良くなかったんだな。この前のテストちゃんと解いたのに。違う違う、めぐみはいつも通りテストの結果良かったよ。今日はみんなのお手本になるようにこの場に来てもらったのさ。つまんないの。おかか、トゲはもう帰るのは諦めなさい。で、何するんだっけ、テストの本州？それは日本列島。違うわよバカイタドリ、テストの法事。テストの供養はしないかな。補習だろ。はい、それめぐみが正解。補習だね、さすがだね。帰りたい。何それ、おいしいの？まあ簡単に言えばこの前のテストの振り返りだよ。みんなの回答を見ていくと同時にめぐみに正解を答えてもらいます。おお、俺結構自信あるよ。うん、たくさん間違えたからここにいるんだよ。じゃあ早速国語の問題からね。まず珍解答が見られたのはこの問題、漢字の読みの問題だね。うわー、超簡単。日直の読みを答えなさい。毎日見ている漢字だと思うから簡単なはずなんだけど。ユージ。はい。なんて答えました？ひじき。ひじき。これはふざけたよね。ひじきって読めるじゃん。読めるけど完全に当て字でしょ。まあこんな感じで進めていくからね。さて次も漢字の問題だけど、彩色兼備の読みを答えなさいという問題だね。今言った通り彩色兼備が正解なんだけど、野原の答え。野原。違う、勝手に変換しない。合ってんじゃん。合ってるよな。鮭。そもそも彩色兼備っていうのはね、頭も良くて容姿も素敵な人のことで。野原じゃん。頭が良かったらここにはいないよね。ブーブー。ま、こんな感じで進めていくからね。次の問題はもう一つ漢字の読みの問題だね。悪魔の読みを答えなさいという問題だけど、これは簡単だね。今言った通り悪魔です。まずユージの答え。サタン。中二病的な変換しない。次野原。ママ。そういうのやめなさい。このテスト親に見せるんだからね。そうなの。最後はトゲ。わかんないけど多分おにぎりの具。そんなわけないでしょう。おかか。悪魔をおにぎりに入れない。ひどい回答3連発だったね。めぐみ、うんざりした顔やめなさい。次はことわざの問題だね。次のことわざの空欄を正しく埋めなさい。鬼の犬間に丸々。この問題も見事に3人とも間違えてるね。伏黒、何間違えてんだよ。3人はユージと野原とトゲだからね。ほらめぐみ、答え言っちゃって。鬼の犬間に選択。正解。まあ意味としては怖い人やうるさい人がいない隙に自由にくつろいだりすることだね。ふーん。で問題児3人は何と答えたのか。まず野原。鬼の犬間にウーバーイーツ。トゲ。手前か。ユージ。炭治郎。うん、全然違う。あんたたちセンスあるわね。野原ちゃんもなかなかだね。ああ見ていきたくないけど、まず野原とトゲ、鬼の犬間にウーバーイーツと出前館って両方とも食べ物の配達サービスじゃん。確かにやりたくなる気持ちはわかるけどね。次にユージ。アス。鬼の犬間に炭治郎って、せめて鬼のいる時に来て炭治郎。確かに。とまあひどい答えだったわけだけど、はい次ね。次の問題、次は英語の問題だよ。この単語の意味を答えなさい。ウィルだね。この問題を間違えたのはユージ。ユージの答え。スミス。なんでそうなる？ウィル・スミスを登場させない。第一世代じゃないでしょ。はい、じゃあ正解をめぐみ。石。石？石？石ね。
ウィルは強い意志とか未来を表すよ。ちょっとまだ難しかったかな。はい、次問題。クロスの動詞としての意味を答えなさい。間違えたのは野原。クッス。怖い怖い怖い。違ったか。惜しかったね。全然惜しくもない。正解をめぐみ。横切る。正解です。もうみんなの回答がひどすぎて僕心配になっちゃうよ。ツナマヨ。私たちふざけてるだけで、ちゃんとやろうと思えばできるもの。ちゃんとやって。え、俺は真剣にやったよ。じゃあ君が一番問題だね。はい、じゃあ次は理科の問題だからね。おかか。そうだね、トゲが一番ひどかったかも。まずはこのイラストの問題です。ドン。この実験器具の名前を正しく答えなさいという問題だね。めぐみくん、正解をお願いします。トジカン。正解、トジカンだね。下から上がってきた蒸気を横に流すために使う器具だね。ふーん。君たちも実験で使ったはずだからね。で、気になる君たちの答え。まず野原。二股。確かに分かれてるけど違う。次にトゲ。トカタカナのトだけ。まんまじゃん。次にユージ。僕。僕。カタカナのトみたいな感じで僕って読むのがあるんだよ。そうなの。でも違う。なんでそんな知識はあるんだよ。はい、次はイラストの生物の名前を答える問題ね。ドン。このイラストの生物は何でしょう。これはね、面白い回答が出揃っておりますよ。先生楽しそうだな。シャケ。まずユージ。抱き枕。まあこういう形の抱き枕あるけどね。次にトゲ。柿の種。柿ピーのね。ピーナッツじゃない方ね。最後は野原。サヤエンド。まあわからなくもないけど、中にあるのが豆っぽいし、でも絶対に食べたらまずいと思う。じゃ正解をお願いします。三日月も。そうです、微生物ですね。そっちだったか。そっちって、サヤエンドウと三日月もで迷ったの。まあいいや。次は算数の問題だよ。序盤の超簡単問題で間違えた人が一人います。何やってんだよ伏黒。どう考えてもお前だろ。問題文を読み上げるよ。ちょっと長いからちゃんと聞いててね。継ぎはぎ顔のお化けが1匹いました。そこに火山頭のお化け1匹とバッタのお化けが2匹加わりました。しかしバッタのお化けは1匹帰ってしまいました。今お化けは全部で何匹いるでしょう。お化けの数え方って引きだったんだ。簡単な足し引きの問題だね。間違えたのはユージ。答えをどうぞ。これが全部払うからゼロ。もう怖い怖い。払うって何。しかもなんかすごい濃い筆圧で書いてる。どれだけお化けに恨み持ってるの。いやお化けっていうか、まあ勝手に問題文のお化けを退治しないでくださいね。算数の問題はこの1問だけだったので、最後の社会の問題に行くよ。やっと最後か。勘弁。社会の問題1つ目。平安時代の制度、荘園制の下で農民は当時何と呼ばれていたか。めぐみ、正解は？タト。テト？それはナウシカの飼ってるリスでしょ。タトだよ。ちょっと難しすぎたかな。で、問題児3人の答え。まず野原。荘園制の下、農民は何と呼ばれていた？ゲボク。勝手に支配下に置かない。次にトゲ。おにぎり族。トゲはわからない問題をすべておにぎりで答えない。おかか。最後、ユージ。なんでため息。ユージの答え。お前なにそれ。なんと呼ばれていたかって問題だからね。お前って呼ばれてると思ったんだね。うん。違います。もう君たちの珍回答でドリフができそうだよ。褒められたぞ伏黒。俺は間違えてねえよ。あと褒められてもねえ。さて次の問題です。今までの武将で一番強いのは。これって正解あるの。これに関しては誰も正解できてないね。伏黒も間違えたの。全員が同じ時代に生きてたわけじゃないんだから、正解なんてなくないですか。誰も微塵もかすってないから答え言っちゃいます。フッフッフッ。正解は五条悟。そんなのあり。スペシャル問題って書いてあるでしょ。なんでわからないかな。これって五条先生のこと。同姓同名のかつて呪術師って呼ばれた人たちの話さ。この五条悟って人がもうほんとかっこよくてさ。次の問題行こうぜ。少しは興味持ってよ。さて最後の問題だよ。鮭。帰れる。
問題。人間の進化で一番古いのは何人か。まずトゲの答え。ヌスッと。大昔の人はみんなヌスッとだったの？シャケ。真面目な顔でうなずかない。次、ユージの答え。巨人。人類は昔もっと大きかったってことかな。いや、野球の巨人。そっちの方が驚きだよ。そんな昔から巨人はなかったと思うな。で、最後の野原。五条悟。もはや人種でもない。それ人名だから。僕、そんな大昔から生きてないよ。はい、めぐみ、正解はエンジン。そう、人間の進化で一番古いのはエンジンね。そっちだったか。だから1ミリも惜しくないよ。とまあ、珍解答紹介はこの辺で終わり。帰れる。君たちには最後に特別問題を解いてもらって、正解したら帰ってもらいます。ひどい。おかか。はいはい、1問だけだから文句言わないの。それに超簡単だから。チェ。問題は国語の問題だからね。今から言う2つの単語を組み合わせて上手に文章を作れたら帰ってよし。簡単そう、任せろ。単語は五条悟とイケメンだよ。はいはい、超簡単問題、どんどん行こう。げ、何この問題。おかか。簡単だよね。知り合いに五条悟はいるけど、イケメンじゃないし。え、僕とは別人だよね。僕はイケメンだし。先生、イケメンっていうのはね、顔だけじゃないんだよ。小学生が言う言葉じゃない。ほら、めぐみなら簡単に答えられるよね。まあ。じゃあほら、みんなの代表として答えちゃって。そしたら特別に返してあげる。やったー。頼むわよ、伏黒。五条悟ほどイケメン勘違い野郎はいない。はぁ。おお、正解だな。帰って遊びましょう。ちな。ちょっと、正解してないから。全然不正解、むしろマイナス。勝手に帰るな。さなが。まったく、超簡単な特別問題を出したのに誰も答えられないなんて。僕の生徒は問題児ばかりで困るよ。まあそんな生徒たちの珍解答を見るのも教師としての一つの楽しみになってるんだけどね。次のテストは来月。またどんな珍解答が見られるのか、ちょっと怖いけど楽しみだね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。